中学受験どっちが？どっち？はい、それでは今日は、小学生の勉強はリビングがいいのかそれとも自室がいいのかについて話していこうと思います。まあ、最初、畑谷先生、はい、どうですかね。僕はリビングですね。ああ。で、まあ、この話は、まあ、どうですかねって聞きましたけど、はい、もう世の中の体制はもうリビングだと、教育関係の本とかを見ても、もう大抵のケースがリビングだって書いてて、はい、自室でさせなさいって書いてるケースはもう見たことほとんどない。あ、そうですね。そうなんですね。じゃあどうして、まあ、リビングなんでしょうね。一番大きいのは管理ができる。大人だって、管理されないとちゃんと仕事もできない、そういうケース多いですよね。子供が管理もしないで、ちゃんと勉強してくれる。それがね、もし実現できたらこんないいことはないんですけども、はい、まあ、基本的に子供は勉強と遊びだったら普通は遊びの方が好きですね。まあ、それはおかしいことでも何でもないと思うんですけれども、はい、まあ、でも期限がある中学受験に向けて、その中で勉強しようと思うとある程度の管理が必要になってきて、その管理をするのにはリビング、お母さんやまあお父さんがまあ何かの作業をしているときに、まあ、子供が目に入るということになって、まあ、それがまあ軽い関心になりますよね。で、まあ、そこでね、もう毎回ベタッリビングで横について、はい、ここはこうだとか、ちょっと子供がため息ついたりね、鉛筆が止まってたら、はい、鉛筆が止まってるぞとかいうふうに突っ込めと、こういうことではなく、はい、まあ、そういう目があるとね、はい、なんか勉強がまあ進みやすいということかなと、うん、ちょっとずっと横でこう、こういうふうに、こういうふうに入ってきたらちょっとやりにくいですよね、子供。まあまあ、でも動きも怪しいです親がその算数の問題の中に面白い問題もあったりするんで、そこにあんまり入っちゃうと、まあ、子どもの勉強じゃなくて親の勉強になっちゃったりすることもあるので、うん、まあ、そういうのは避けなきゃいけないと。まあ、管理のためにねリビングで勉強することはいいわけですけども、マイナスになってしまうこともやはりありますよね。まあ、例えばみんながテレビを見てる、うん、受験のためにあのリビングで勉強してるからテレビをずっと我慢しなきゃいけないとかね、まあ、それがまあちょっと家庭不和の原因になってしまう、まあ、兄弟とかいる場合ですよね。家族が我慢するか、それともテレビが流れてて子どもが我慢するか。一番いいのはテレビが適度に刺激になって、あ、この番組始まったからもうこの時間やからこれだけ勉強進んどかないといけないわという感じで、まあ感じることができたとしたら、まあいい効果かなとは思うんですけど、うん、テレビが流れてるぐらいの、まあ、その気が散るという要素っていうのは、まあ、実はあの試験会場でも似たようなことはあったりするんですね。隣の受験生が貧乏ゆすりしてるとかね、はいはい、隣の受験生が花粉症かなんかであの常にくしゃみし続けてるとかね、はいはい、雑音がちょっと聞こえるような環境でテストが行われているってことってのは結構あるので、テレビがもう目の前にあるっていうんじゃなくてね、横にあってなんか流れてるよっていうのはちょっとした雑音になれるという意味でも必要だし、今畑先生が言ったのはあれですよね、時間感覚が身につくって感じですかね、はい、テレビの画面が流れていったっていうことは、ああこれぐらい時間が経ったよなっていうことをなんとなく感じて、その時間の感覚をまあ自分で無意識のうちに知っていくといいんですよね。うん、あ、そうですね。あとリビングにいて、まあ、邪魔になるかなっていうのは、うん、ちょっとなんかあるたびに冷蔵庫開けちゃうみたいなね、ちょっと喉が開いたがっていってすぐ冷蔵庫開けて飲み物をもう何回も飲んでるとかね、マイナスポイントの一つかなというふうには思いますけどね。じゃあ逆にね、実質で勉強していることの、まあ、マイナスポイントというのは、はい、何でしょうね。まあ、自分の部屋で勉強するとなると、まあ、かなり静かで誰にも邪魔されることはない、うん、まあ、でも逆に言うとじっくりと集中できてしまう。でもできてしまう、そうできてしまう対象がゲームとかになるかもしれない、うんうん、そうね、誰にも邪魔されず勉強もできるけど、誰にも邪魔されずゲームもできちゃう、そういう、誰にも邪魔されず寝ることもできちゃうということなので、はい、まあ、なかなかその実質で勉強するということで、はい、大きな効果を上げることができるお子さんっていうのは、まあ、ちょっと少ないんじゃないかなと。で、まあ、逆に言うとね、はい、それができるようになった子どもは、まあ、ほとんど受験が成功しているねと。そうですね、うん、あのもう切羽詰まってて、うん、もうめちゃくちゃ勉強しないといけないっていう状況であれば、うん、まあ、もう静かな部屋で、うん、もうガーッとやるといいと思うんですけど、うん、まあまあ、そんなに切羽詰まっていなかったりとか本人は感じていない状況で勉強 しないといけないなってことで、静かな部屋で一人でやろうとすると、まあ、あともう少ししてからでいいかっていうふうにちょっとダラダラして、うん、でそれであの時間がいつの間にか過ぎてって、うん、で気づいたら結構夜遅くになってしまっていてっていう風なことに今なる、うん、僕の場合はあの実は年子の兄弟がいたので、はい、実質一人の部屋っていうのはなかったんですね、はい、兄弟二人で一つの部屋っていう感じだったので、はい、実質に入った、まあ、兄弟の部屋ですからに入ったからっていう、うん、集中しやすい環境になったっていう思い出がないので、まあ、必然的にリビングとかね、うん、はい、まあ、塾でやったのかなっていう気がしますね、はい、あ、なるほど。
畑先生どんな感じでした？僕もそうなんですよね。自分の部屋はなかったんですよ。まあ、それは部屋の数が足りないというよりは、うん、親が掃除とか苦手なタイプなんで、うん、もう家がなんかむちゃくちゃやったんですね。部屋別にちゃんと2つあって妹と僕の部屋作れたけど、どっちも物置です。ああ。まあよくある話ですけどね。2つ部屋とどちらも倉庫です。ああ。大学受験までは必然的にリビングで勉強して、今思えばそれが良かったのかなと。やっぱりいざちゃんと図書館とかで勉強するとそんなにはかどってなかったなって考えると、静かな部屋でやっても伸びないんだろうなという。他の人はみんな自分の部屋で勉強してたりするんですけど、もう全然成績伸びてなかったんで、すごい僕は羨ましかったですけどね、その部屋があることは。あ、なるほど。まあ部屋で勉強してた子たちがみんな伸びなかったっていうのは、まあ一般的な話じゃないのでちょっと行き過ぎ、それ行き過ぎですけど、そうですね、まあ、そういう人も多かったなっていうことですね。はい、畑先生の経験の中でね。そうですね、うん、まあでも場合によってやっぱり違う場合もあって、僕は大学の時ですね、すごく勉強しないといけなかったんですけど、まあ、数学科だったので、でその時にちょうど大学ぐらいになると親がちょうど、まあ、いい年になってきて結構仲悪くなってくるんですねちょっと仲悪くなってきて、なるほど、はい、まあ、それでずっと喧嘩してるんですよ、リビング。ああ、ずっと。はい、はあ、まあ、結構お父さんも怒るタイプやったんで。なるほどね。でかなり激しく怒るので、とてもじゃないと勉強できなかったんですね。なるほど。でその時はカビ臭い物置で一人で勉強し続けて、その時はかなり勉強できました。ちょっと状況による時はあるという。まあね、はい、まあ、皆さんの中学受験の参考にしてもらおうと思った話がなんか結構ディープな話になってしまいましたけどねまあでも追い込まれてそういうね、家庭不安の中でも逆にそれをプラスに転じて勉強することもできちゃうという話っていうふうに取ったらいいですかねそうですね。なるほど、はい、まあ、そういうことなので、はい、まあ、まとめますと、まあ、大抵のケースは管理がいるという意味で、はい、リビングでするのがいいんじゃないかなと、うん、ただし自分で、まあ、ある程度の管理ができるようになっているお子さんの場合は、はい、実質でやっても OK じゃないでしょうかという話ですね、はい、そうですね、はいはい、じゃあ今日はこの